国際刑事裁判所の設立に関する国連全権外交施設会議における最終合意書は独立した常設の国際刑事裁判所の設立という同会議の趣旨に賛同する国家に対し具体的な達成目標を設置しこれに対する最終合意を求めた合意文書であるこの最終合意書は1998年7月17日 国際刑事裁判所規定の採択と同じ日に採択された。この最終合意書に署名した国は、ローマ規定に署名していなくとも、準備委員会の会合や定約国会議に参加する、オブザーバー資格を保有する。略称は、ザ・ファイナル・アクトまたは、最終合意書。日本は即日で署名した。この最終合意書では、ローマ会議に参加した全ての参加国の総意として、 以下の点について合意した。11項目の最終合意内容国際刑事裁判所に関する準備委員会を設置する。準備委員会のメンバーはこの最終合意書に署名した国とする。準備委員会は委員長その他の要職を選出し、委員会の手続き規則及び行動計画を策定する。準備委員会における公式言語は国連総会におけるそれと同じものとする。 準備委員会は国際刑事裁判所を設立し運営可能にするための現実的な枠組みを策定する。この目的を達成するため以下の8つの文書の草案の作成にあたるものとする。手続き及び証拠に関する規則犯罪の所要所国連と国際刑事裁判所との間で締結される地位協定ホスト国と国際刑事裁判所との間で締結される。 本部協定における基本原則財務規範及び規則国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定初年度予算定約国会議に関する手続き規則手続きと証拠の規則及び犯罪の所要素の最終草案作成期限は2000年6月30日までとする準備委員会は侵略犯罪に関する定義を提案するこの定義には 侵略犯罪の犯罪要素の定義、国際刑事裁判所がその管轄権を行使できる諸条件が含まれるものとする。準備委員会は侵略犯罪を国際刑事裁判所の管轄犯罪とする目的で、定約国会議の検討会議でこれらの提案を提出する。準備委員会は初年度の定約国会議が終了するまで存続するものとする。 準備委員会はその責務の範囲にある全ての事項について第1回定約国会議においてその報告を提出するものとする。準備委員会の開催地は国連本部とする。国連事務総長は現在討議されている全ての決議について必要に応じて国連総会に提出するものとする。定約国会議とはローマ規定に署名及び批准による加盟。 あるいは加入したことにより定約国となった国が国際刑事裁判所の運営を及び監督権を行使する国際会議のことである。通常、年に1回開催される。ASP のメンバーには1国につき1票の投票権が与えられ、また定約国の合意によって設置される各委員会、作業部会及び特別作業部会への参加資格も与えられる。 アスプの議長はメンバー国が持ち回りで交代して担当する。任期は3年。2002年7月のアスプ発足時、初代議長はイラク王室出身でヨルダンの外交官ザイド・アルフセイ王子が務めた。2021年現在の議長はアルゼンチンのシルビア・フェルナンデス・デグルメンディ、副議長はカナダのロバート・キースレット・チェコのカテシュイン・セコンソバ、ビューロー・オブ・ザー・アセンブリー。 アスプはローマ規定の ICC の最高意思決定機関で ICC の運営や予算に関する決定権を持つ。同様の組織は世界銀行や国際復興開発銀行などその他の国連国際機関にも見られあらゆる国際機関は基本的にアスプによってその履行の監視監督が行われるようになっている。国連広報センターの気候リンクより 組織別一覧表を参照して適用。定約が不明の項目は、と明記。分け、略称は、外務省資料に準ずる。ありがとうございます。